おにぎりみたいなやつがいるからとんでもねえやつだ自分の嫌いな食べ物って白米食べれない。何度聞いてもなんでってなる。こんにちは、怪談師 YouTuber の七代でございます。というわけで本日は熊子七代のゾッとしない霊の話。はい、やってまいりましたね。はい、まあね、セカンドシーズンね、やっちゃってますけども、はい、結構さ、もうだって50個喋ってからの、うん、また50個喋っていただくってね、うん、まあ、前回はね、45個か。で、僕5個ね、あの一応コメント欄から拾ってきて話すみたいなやってましたけど、あと、脳みそシワシワになったと思う。もうめちゃめちゃフル回転。フル回転して、ダメだ、あっつけみたいな。やっていただきましたけどね。まあ、そんな感じでございまして、まあ、こう、熊子さんね、ポップにカジュアルに幽霊が見える熊子さんが、今まで見た、幽霊たちの話をしていただき、はい、通常であれば幽霊の話って怖いんだけど、それを僕が笑うと。僕と視聴者の皆さんが笑っていただくという感じの企画でございます。はい。というわけで今回はですね、はい、まあ、50個の中の今あと残り48個の中から、はい、選んでいこうと思いますので、はい、早速選んでいきましょう。まあ、いろいろありますよね。まだね、なんかちょっとまだ迷うね、これね、うん、選ぶのに。そうですね。やっぱね、1回目に言った通りで、ちょっと下ネタのやつも結構多くて、これ巧妙にタイトルではわからないけど、実は下ネタってやつもあったりするんですよね。どこかで、それ下ネタなんみたいな感じのやつがあったりするかもしれん。うん、という中でちょっとね、うん、選べますけども、はい、じゃあ13番からいきましょうかね、はい、今回、はい、道を聞く霊ですね、はい、迷ってたりとかするんですかね、まあ、そうですね、なんか、はい、あんまりちょっとうまく説明話せないんだけど、うん、階段とかでも歩いてたら、うん、なんか女の人が振り返って、うん、今何時ですかって言って何時ですって答えて、うん、またしばらく歩いてたらまず先回りした女の人がいて、うん、また振り返って何時ですかって聞かれるみたいな、あるね、そういうなんか怖いやつね、はいはいはい、怖いやつで、あれに近いことを経験したっていう話なんですけど、うん、まあ、都内歩いてて、まあ、原宿なんですけど、はい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 、であそこって結構裏口裏腹入り組んでるじゃん結構、うんうんうん、でそこでなんか前の方でちょっとキョロキョロしてる、うん、透けてる男の人がいろんな人にすごい声かけてるんですよ、はいはいはい、声かけてももちろんみんな無視してさーって言ってて、うんうん、でそしたらなんかもうくるって振り返って自分と目合っちゃって、うん、あやべ目合っちゃったとか思って急に来られたから、うん、そしたらすいませんここの住所って何ですかねみたいなことを聞かれて、うん、でうちガン無視したのとりあえず1回、うんうんうん、びっくりはしたけど、うん、まあ見えてるってバレてないだろうなと思って、はいはいはい、無視してたらその透けてる人がスッて歩き始めて、うん、まあ、こう道が二手に分かれてたら、うん、そいつがこっちにいたから自分こっちに方向転換したんですよ、はいはい、でそしたら突き当たりのところでバッて同時に出ちゃったっていう、あなんだこいつもまっすぐ歩いてたんかとか思って、おうおうおう、でそしたらまたこっちバッて見て、おうおう、すいませんここの住所って何ですかねみたいな感じでもう一回聞かれたの、はいはいはい、でもう一回回無視して、うん、そいつが歩き始めた方向と逆に行ったのに、はい、なんか知んないけど原宿ってもう道の突き当たり全部つながってるみたいな感じだから、いやもうバッて出たところでもう一回やっちゃって、うん、うわーと思ってたらそいつがくるって振り返って、うん、あなたも迷子なんですねって言われたっていう、一緒にすんなよと巻き込まれてますね、巻き込まれたっていう話、うん、住所を答えられないイコールこの人も迷ってるんだと、なるほどね、勝手に意識されて参っちゃうね、うん、いや歩き慣れとるわボケとか思ってたんだけど、うん、でもなんかすっごいにこやかに迷子ですねみたいな勝手なこと言うな勝手なことを言うなちょっと最初怖かったけどね、出だしね。あちょっとね、まあ、一応あの、怖くない話をするのね。この動画の視聴者の方もほぼほぼ、データ上では見えませんけどね。うん、もしなんか怖さ、なんかと得意不得意指数とかあったら多分、あの、苦手な人が多いと思うので、場合によってはね、ちょっと動画見てる最中に、あ、怖そうやってなって閉じてしまう可能性があるから、ちょっとね、あの、ちょっと途中まで得意してますけど。急着地が得意だった、うん。急になんか、急になんか、ね。ちょっと理不尽な話がありましたね。そうそう、あいやなるほど。じゃあちょっと残り2つありますのでね、はい、2つ目いきましょうかね、はい、はい、
いやー、路上ね、いっぱいいますけどね、本当に。今回、なんか総じてちょっとキャラが濃いから。そうなんだよね。ちょっとキャラが分かるようなタイトルのものが多いからね、うん、ちょっとそれも含めて。そうっすね。じゃあ、6。ヤンキー VS 幽霊。はい。あの、前の筋肉の時みたいに。筋肉。うん、筋肉じゃない。体育会系の時みたいに。筋肉でしょ。筋肉でしょ。そうそう。体育会系の時みたいにね。ちょっと真逆のものですけどね。ホラーとね、ちょっとね、幽霊とか。はい。僕の友達でヤンキーのケイちゃんっていう方が、うん、まあ、多分ちょっと前、だいぶ前かな、七代さんにも、うん、まあ、こういう友達がいてっていう話をちらっとしたと思うんですけど、多分ね、聞いたことある、うん、幽霊にものすごい熱いもう情熱をぶつけてる友達がいまして、すごい幽霊見たくて仕方ないみたいな友達なんですけど、まあ、そのケイちゃんがですね、うん、電話かかってきて、うん、地元で美味しくて有名なところがありまして、はいはい、給料入ったからおごるから肉食いに行こうよっつって、よっしゃ行こうってなって、待ち合わせしてる時も、うん、やっぱり幽霊に対して熱い情熱をぶつけてくるんですよ。なんか そのプライベートでもナチュラルにそんな感じなんだよ。そう、やっぱ幽霊見たくってさみたいな感じで、もう遠い目しながら、中学校の時にさ、なんか喧嘩の指定場所に心霊スポットを指定したら誰も来なかったんだよみたいな。でね、それ花から幽霊を呼びたいがためにやったわけじゃなくて、別なんだ。喧嘩もできるし幽霊も見れる、一石二鳥やんみたいな。なんかもうとんでもねえヤンキーだな。やばすぎだろケイちゃん。合理主義というか、合理主義に求まるでしょ。友達っていうか、その喧嘩相手にここやって言ったとこが心霊スポットで、そうここでやってたらワンチャン幽霊出てくるんちゃうみたいな。とんでもねえやつがあった、やっぱりそんな子だからさ、自分が見えるって言ったらめんどくせえことになりそうだなと思って黙ってたのよ。はいはいはい、うん、なんか毎日 LINE で今日どんな感じみたいな感じの子が来そうじゃん、なんか。まあ確かに、そっか、そうだね。くまこさんが見えるって言っちゃうと、うん、おしとどこにいんのみたいなって前の目になっちゃうからってことか。あ、確かに確かに、刺激してはいけないと思って、そこら辺を黙ってたけど、でも普通に友達としていいやつだから、うんうん、なんか一緒になって遊んでたりとかしてて、うん、で、まあ、その焼肉屋さんついて、で座って、でもこういう心霊スポットがあってとか言って、でなんか心霊スポットでめっちゃ詳しいヤンキーなんですよ。おー、まあまあね、好きだからね。そしたらなんかいつの間にか背後になんか透けてて、あのダメージタンクトップみたいな、なんかビリッビリのタンクトップ着てるおじいちゃんが、おめえみたいなやつがいるからだ、来んな来んな、立ち去れとか言ってすっげえ叫んでるの。おー、せっかくなんか後ろで騒いでる幽霊いるのに、ケイちゃん腹見食べてるよ。もう要するに霊感がないのよね、簡単に言うと。分かんないよね、言ってもね。立ち去れ立ち去れって言われてる、なんか目の前で腹火こうでジューって焼いてて、そろそろかなとか言いながらやってて、なんかこういう絵面面白いなとか思ってて、黙ってたの、ずっと。はいはい。で、そしたらなんかやっぱりそのおじさんも、うん、立ち去れ立ち去れ何て来てないみたいな感じで言ってるから、うん、そろそろなんか気配感じるかなってちょっと思ってたのね。はいはい。で、そしたらケイちゃんがふわってこうやって上を見たの。はいはい。で、そしたらそのタンクトップのおじいちゃんと自分が、あ、もしかして気づいたみたいな感じで、おってなったので、ね、二人して、おじいちゃんもね、おじいちゃんも、うん、気づいたみたいなってなったら、うん、すいませんビールくださいとか言ってケイちゃんが店員さん、もうガン虫じゃん。そしたらそのビリビリのタンクトップ着たおじいちゃんが、チェックしゃー気づけーとか言って地団で踏み出したっていう。ひどいな。で、チェックしゃーとか言って、もうダン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 みたいな感じになってて、文句言ってんだもんね。そう、うん、気づいてほしいんだもん。そう、うん、だけどケイちゃんは気づく気配もなく、なんもなく、なんか、うん、あ、クマちゃんなんか飲むよとか言って言ったりとかしてね。本人は幽霊が見たくてしょうがない。そう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 、何この、なんかちょっとニヤミスしてる、なんか何すれ違いの少女漫画みたいになったけど大丈夫だよ。指しろでもうじいちゃんがずっとチッキシューチッキシューとか言ってやってんの。なんかこういつかね、いつかどっかでこうマッチしてほしい感じはするけど、ここま
でされて気づかないんだったら多分この人一生見れないんだと思う、ね、うん、まあ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 、いやでもいるよねそういう人ってね、うん、なんか僕 の, あの知り合いの方でもね、ちょっとクラブの DJ やってる方が、うん、ちょっとやんちゃな感じの人なんですけど、もうちっちゃい頃、若い頃だよね、うん、とかに心霊スポットとかに行って、とりあえずなんか幽霊どうしても見たいから、なんかもう不謹慎なこと、もうちょっと言えないようなこと山ほどやって、うん、ずっと心霊スポットに夜中中居座ってたけど、結局あの出てこないと、うん、でなんだよ畜生って言いながら、あの、まあ、通りすがってきたカップルかなんか、はい、あの肝試し行くじゃないですか、カップルに対してうわーとかってもうそれで憂さ話して帰ってきたって話を聞かされて、何を聞かされてるんやろと思ったし、なんかこの人に関しては出会わないでほしいと思って、ちょっと本当ね、なんかさ、うん、絶対見えてはないけど怒ってるからさ、ちょっとやめてほしいなとは思うんだけど、うん、そうだよね、そうだよね、多分久保さん的にとやっぱりそれ言えない理由、それもあるよね、そう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 、怒ってるだろうから、いや、やめなって、でも自分がやめなって助言するのもなんか変だなと思って、まあまあ、ちょっとそこはもんもんとするんだけど、はいはい、っていうのを、あの、まあ、小梅太夫さんだっけ、あの、ちっしゃーって言ってるのを見て思い出したっていう、そういえば、そんなんいたなって。お笑い芸人で思い出しすぎるでしょ、どういうことなのあの畜生はなんかどっかで聞いたの、あのじいちゃんの畜生だって幽霊が見たいヤンキー VS ヤンキーに対してこう出てけって言ってる幽霊と。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございました。面白い。はい、じゃあちょっと3つ目ね、今回ラストの話もいきたいと思いますけども、はい、そうですね、何をいきましょうかね。うん、怖かったな。怖いですね。いや、いろいろありますが、ね、まあなんか割とこうまともそうなタイトルのやついっちゃいますけど、41番、幽霊を驚かせてしまったっていうやつですね。はい、これちょっとどんな話なのか想像つかないんですけど、七代さん知ってると思うんですけど、うん、自分の嫌いな食べ物って、うまい食べれない。そうだ、そう、知ってはいるのよ、うん、知ってはいるんだけど、何度聞いてもなんでってなる。まあ日本人なのに白米嫌いなんだっていうので、どこ行ってもびっくりされるんですよ、うん、あの炊飯器で炊いた白米が、うん、全部あの鉄の味がするんですよ。あー、へえ。なんか鉄の味がしてダメで、うん、でじゃあ土鍋で炊いてみようと思って、土鍋で炊いたやつも土の味がしてダメで、あ、へえ。そう、なんかでこれ葉っぱで炊いても葉っぱの味しかしねえんだろうなと思って、なんかそこはチャレンジしないんだけど、じゃあ米の味がわからないというか、まあそれの周りの味の方がそう、なんか強く感じちゃって、チャーハンとか、うん、あのそういう全部混ざってて味が混ざってるもの、納豆ご飯とかそういうのじゃないと食べられなくって、うん、あ、そう、え、食べられないの。食べられないの、うん、本当にもう白米の気配感じただけでダメで、あ、じゃあもう避けちゃうレベル。そうそう、そのレベルなの。そう、なんか定食とかの付き合い方がいまだによく分かってない、うん、もう どうしようもないもんね。そんな三角食べかみたいな感じ。確かに給食とかでやってたけど、あの楽器練習で全部あげてたもん、白米もう。白米がね、食べれなくてあげるっていうのはちょっと僕も聞いたことなかったから、うん、まあそんな感じで、はいはいはい、まあ、そんな感じで、やっぱりその今の会社も、展示会があるんですけど、そういう特別な日って会社からお弁当を出してくれる、うん、でいろいろ種類が選べて、うん、でなんかくまちゃんなんか食べられないものあるとかってやっぱり聞いてくれるんですよ、はいはい、で、あの自分白米ダメなんでっていう話をすると、うん、嘘みたいな感じでザワザワザワって、まあ、なるよね絶対。してる中でその先輩と先輩の間からニュって、あの目から血流してる女の人が突然わってきて、白米食べられないのなんでって言われたんですよ。驚かせたね。えって思ってびっくりしちゃって、全然意識に入ってなかったから、その人が。そうだよね、うん、急に出てきたのね。急に出てきて、わって出てきて、うん、目血流してて突っ込みどころいっぱいあるのに、向こうから突っ込まれるみたいな。思わず誰って聞いちゃったんですよ、あの声出して。意味わかんない。誰って聞かなくない、聞くの。もう声出しちゃったから、はい、その先輩が、あ、すいません田中ですっつって先輩に挨拶させられてしまったっていう。違うんです、自分が相槌間違えちゃったんです、ほんとすいませんみたいな感じですっごい平謝りしたって。いやー、すごいね、ガチツッコミじゃん、うん、ね、
びっくりしちゃった。なんかそんなに、そんなに突っ込むことあるみたいな。白米食べれないのっ って目からすっげえ血流してる。なんか、それ以前の問題。少なくともその人、きっと生前白米大好きだったでしょ。多分大好きだったと思う。だから相当信じられなかったでしょ。嘘でしょってまだ言ってるんだよ。なんか離れてても。いや、衝撃与えちゃいましたね、これね。霊界がざわつく、ね、好き嫌いな話。あいつ白米食べられないんだって、みたいな。やばすぎる。でも白米食べられない、本当に聞いたことない。あ、本当に、うん、一度も聞いたことないかも。僕の友達でも何人かその、うん、まあ、思い浮かべる限りだともう偏食のやつって言ってるんだけど、うん、そいつらでも、まあ、揚げ物全部食べない、あと生物とかね、全てダメとか野菜とか一個も食べないって人もいるけど、うん、米は食べてるんだよね、みんな。そっか、なんなんだろうね。吉野家とか天屋とか、あの丸々屋ってつくところ入ったことなくて、サイゼリヤぐらいじゃない。いや違うわ、それ違うね、それはあのちゃうね、ヨーロッパの方の絵だ。あ、そう。ほんとそれぐらい。牛丼とか食べたことない。いやでもそりゃそうなるよね、だってね、丼だったらね、米になっちゃうから。そう、下の方に米があって、上だけは美味しいけど下を残すっていう、なんか食べ物残すのも嫌だから、うん、もうじゃあ食べないっていう選択肢を取って最初から。あっていうね。でも幽霊の話以上にそっちの方が気になってしまったね、この話。白米食べられないかすごいなーっていうね、ちょっと。はい、はい、というわけですね、まあ、今回もですね、3つほどお話をしていただきましたけども、はい、個人的には、一番最後の話が、白米に全部持ってかれちゃってる自分がいるんですけども、もちろんね、この話って、このね、企画自体はね、幽霊の話をするっていうところがね、はい、基本ですので、今後もですね、同じような感じで、まあね、ポップで面白い、はい、幽霊の話をね、熊子さんにしていただくって感じでございますけど、はい、今回の話もですね、面白かったと思った方、よかったら、いいねボタンお願いします。そして、この話は気になるなとか、今回のこの話が面白かったとかね、感想とかございましたら、よかったらコメント欄にいただけたらと思います。はい。はい、そして、チャンネル登録まだの方は、よかったら、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、またね。